皆様お待たせいたしました。ただいまより心理ース会計オンラインセミナーを開催いたします。お忙しいところ、たくさんの方にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。本日の司会進行を務めます、c d h 会計事務所監査部、上打内と申します。昨年大学を卒業して、入社半年目でいただいた内定もあるかと思いますが、一生懸命頑張りますので、どうぞ温かい目で見守っていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 それではオンラインセミナー中の注意事項をお伝えいたします。講師への質問はチャットではなく Q&A よりお願いいたします。なるべく多くの質問にお答えしたいと思っておりますので、お気軽に Q&A にご投稿くださいませ。音声が聞こえにくいといったご連絡はパネリスト宛てにてチャットをお送りいただきますようお願いいたします。 またセミナー内容は録音されており、後ほど CDH 会計事務所が運営している YouTube チャンネルにて一般公開される予定です。またセミナーで使用したスライドは講義後皆様にお送りいたします。また本日お話しする内容は、日本語で正確かつ確実な情報を可能な限り提供することを目的としています。 本日参加された皆様に対し、法的アドバイスを提供するものではありませんので、外部と共有することはお控えいただくようお願いいたします。では、本日のタイムテーブルをご案内いたします。セミナーが45分ほど、質問時間15分の合計1時間を予定しております。時間内に質問に回答できない場合は、セミナー終了後も引き続き回答いたします。 それでは早速ですが、セミナーへと移りたいと思います。本日は、森林会計をテーマに CDH 会計事務所監査部の中尾より分かりやすくお話しいただきます。それではよろしくお願いいたします。はい。えっ、ー、と、皆様、いつもお世話になっております。私の方のスクリーンの画面が見えておりますでしょう はいえっ、ー、とですね、えー、私 c d a g 会議事務所の えっと、中尾と申します。よろしくお願いいたします。本日はですね、お忙しい中、新リース会計のウェビナーにご参加いただきました。ありがとうございます。とですね、えっと、なかなかですね、ちょっとリース会計いろいろなことがありまして、情報も多いですので、こう皆様に全てご理解いただけるか、ようにしたいと思ってるんですが、わからない部分がございましたらですね、ぜひ、あの、 Q&A のセクション。あとですね、あの、後ほど私にメールいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。ではですね、早速始めさせていただきたいと思いますと。本日お話しさせていただく概要ですが、こちらのようになっております。まず最初はですね、リース会計の変更、適用開始時期はということになっております。で、次が、新リース会計は、旧リース会計と比べて何が変わるのか。 次に、リース資産と負債計算に必要なもの。次に、新リース会計計算、訴求適用方法。そして最後に Q&A となっております。では早速、リース会計の変更適用開始時期についてお話しさせていただきたいと思います。まずですね、えー、と新リース会計の適用開始時期なんですが、米国財務会計基準審議会、FASB という団体が新しいリースを開、 リス会計を発表しまして、非上場企業は2021年12月15日以降の開始の事業年度から強制適用となっております。この12月15日っていうのがちょっと中途半端な日付でわかりにくいんですが、こちら12月15日以降の開始の事業年度ですので、12月決算の開始様でしたら、当2022年の1月が開始になりますので、2022年の12月 の事業年度。3月決算の場合は、2023年の3月の終わりの事業年度から強制適用となっておりますで。こちらの事業年度ですので、四半期ですとか半期で適用しなければならないということではありませんので、今ちょっともう4月、7月ですけれども、12月決算であれば12月末までにですね、このリースの適用の作業を終える必要がありますので、まだちょっとお時間がございます。 かつで,ですねこの新リース会計は過去に遡って適用する必要がございますこちらはまた後ほどお話しさせていただきますで次にですね新旧リースの種類ということであの旧リースから新リースがにどういうふうに変わっていくかというところでまずあのリースの種類をお話しさせていただきたいと思います旧リースですね今まで使っていたリースは キャピタルリースとオペレーティングリースという2つの種類がありましたで。新リースもですね、こちらご覧になっていただきますと、ファイナンスリース、オペレーティングリースとあの2つの種類がございますであの。こちら見比べていただきますと、オペレーティングリースの名前はです、ね、そのまま引き継がれている状態で、キャピタルリースがファイナンスリースに変更されたということで、あの お考えになっていただいたらいいかと思います。この Q リースと新リースの一番大きな違いというのがですね、あの、新しいリース会計では全てのリース、オフィスリースも含んで、資産と負債として対策対象表に計上する必要がございます。Q リースの場合は、オペレーティングリースというリース、 でしたら、すべてですね、毎月費用で計上してですね、あの資産とか負債で計上して、焼、まあ、却をしたりとか、負債を返済するのにまあ利支払い意則を計上したりとかっていう必要はなかったんですけれども、あの新リースでは、ファイナンスリースでもオペレーティングリースでも、すべてのリースが、資産と負債で貸借対象表に計上されることになります。でちょっとこちらでまあ複雑になるんですけども、こちらの,の ルールが変わった理由としては、アメリカの会計基準がですね、あの i f r s という国際会計基準にできる限り近づきようとしているということで、もともと国際会計基準では使われていた。 あのルールになります。そちらをまあ米国が採用したということになります。プラス、ですねあのリースがすべて費用で計上されていると、貸借対照表に載ってこないので、どれだけの実際のリースを会社が持っているのかっていうのが理解できないということで、まあ、財務諸表をご覧になられる方が、そこでは分かりにくい、もうちょっと分かりやすくっていうのもあって、このような、えー、と変更になっております。では、ですね、えー、と旧リースの方。 ままず説明させていいいたただきたいと思いますとこのキューリースの方なんですが、リー数ではなくて、なぜキューリースを言うか説明させていただくかといいますとあの、キューリース会計とリース会計、やはり似てるところがたくさんありまして、先にキューリース会計を理解していただくことによって、リース会計もより分かりやすくなるかと思います。で先ほどお話しさせていただきましたが、 キャピタルリースとオペレーティングリースという2つのリースに分かれますで、キャピタルリースにはですね4つの要件がありまして4つのうち1つでも該当すると対借対照表情資産と負債の形状が必要になっておりますで、あのこちらに4つの要件が 書かれてておりまして説明させていただきますがあのその前にですね、このじゃあなぜこちらのプロの下の方に書かれたらなぜですね、あの資産と負債で計上しなければならなかったのかということなんですが実際に例えばリースをしていたとしても,もう所有権、資産を持っていて購入して持っているのとリースをしているのとほとんど変更がない場合なんですね。でですのでそのそような場合は 貸借対象表と資産で、補助資産と負荷で計上するということになっております。では、こちら4つの要件見ていきたいと思います。と1つ目ですが、リース物件の所有権がリース期間終了後終了時に借り手に移転する条項あり、こちらは、所有権がです、ね、リースが終わったら、会社借りてる方に移転するということで、まあ、今、 移転しなくても必ず移転するということを資産を持っているのと変わらないということでキャピタルリースに該当しております。で2番目なんですけども割安購入選択権がついてくるこちらはあの時々コピー機とかですねそのよういうのにあったりするかもしれないんですけれどもあの期間終了後ですねリース期間終了後に1ドルで買えると,というようなですね 割安の購入選択権がついてくることがあります。まあ、この割安の購入選択権ですと、基本的にですね、あの借り手はまあ行使するであろうということで、まあ、いずれは所有権が移転するので、実際今固定資産を持っているのと同じ効果をもたらすということで、資産と負債として計上をする必要がありました。で、3番目。 ですがリース期間がリース物件の耐用年数の75%以上である場合、こちらですが、例えば車のリースですね、えっと、車の耐用年数が普通,普通購入すると5年ぐらい、で、リース期間、車のリース期間が5年であるとすると、まあ、こちら75%以上超えるということで、まあ、実際に工程資産を購入して、耐用年数で消却していくのと、リースを借りてですね、5年間消却していく。 あ 5, 5年間持っているのでは、まあ、経済的利益は同じであるということで、こちら、資産と負債で計上するというルールになっておりました。で最後にです、ねと、リース利用総額の現在価値が、リース物件購入金額の90%以上である場合。 こちらはちょっとですね、現在価値という言葉が出てきまして、こちらがちょっと会計やファイナンスで使われる言葉なんですが、こちらの方にですね、えっ、ー、と、ちょっと説明させていただいておりますが、現在価値とは将来受け取ったり支払ったりするお金は現時点の金額と異なる。お金は時間軸によって価値が変わるという考え方から、将来支払う金額が現時点でいくらかを示すために、将来の金額を金利などを割る。 を使って割引ことによって現在の価値を導き出すとされております。ちとこちらは非常に分かりにくいんですが、例えばですね、今私が1万1000ドル持っていたとします。この1万1000ドルというのはですね、1年後になると、1年後でも1万1000ドルかって言たそうではないと考えるんですね。例えば、1年後の1万1000ドルは、今1万ドルのお金を持っていて、銀行に 預金をして 1, ドルの利息がついたその結果、1万1000ドルになってますということでしたら、その将来の受け取る金額っていうのは1万1000なんですが、今の金額に直すと1万ドルになるんですね。これがお金は時間軸によって価値が変わるという意味でして、こちらの4番のリース料総額の現在価値、つまりですね、リース料すべて支払った場合、そのすべて支払った金額を の今の価値に割り引く、それには金利が必要ですので、利息で今の価値に割り引きます。それが物件を、そのリース物件を購入した場合の90%を超えているかというところになります。まあ、例えばですね、あの機械をリースして、総支払額、リース料総支払額を現在価値で計算したところ、えっと、10万ドルでしたと。で、リース物件ですね、その 機械を購入したら11万ドルでしたってなりますと90%超えてますのでもう実際に購入したのとほとんど変わらないということでこちらもキャピタルリースとして資産と負債の計上が必要になっておりましたでこちらがまずです、ね、キャピタルリース4つの条件で1つでも該当すると資産と負債の計上が必要でしたで次にです、ね、オペレーティングリースはどうだ というかってことなんですが、こちらはこの4つの条件ですね、キャピタルリースのこの4つの条件に当てはまらなければ、すべてリース費用として計上してくださいということになってました。ですので、ちょっとシンプルだったんですね、こちらのキャピタルリースに比べて。はい、次のスライドに行かせていただきます。 で、次に、この旧リース会計のちょっと重要な点としまして、まあ、先ほどもお話しさせていただいてるんですが、旧会計では資産と負債として計上しなくてもリース費用として計上できるオペレーティングリースとして契約を結ぶことが可能でした。ですので、例えば車のリースとかですね、あの5年間の通常対応年数だけれども、3年でリースすれば、あの先ほどのですね、 この3つ目の75%以上の条件に当てはまらないので、3年でリースをすればすべてリース費用で計上できて楽だったんですが、それがもうできなくなります。次にですね、急リース基準で計上されていたエファードレント、クリ延ベ家賃というものがありまして、そちらは新リース基準では。あの 発生しまませんので帳簿から除く必要がございますこのデファードレント、国延家賃というものなんですが、旧基準ではオペレーティングリース契約においてリース費用はリース期間に応じて定額法で計上する必要がありました。よってリース支払額と定額法で算出されたリース費用との差額は、 を負債ととししして計上たたものを繰家賃と言いましたこちらちょっとあのややこしいんですけども、例えばオフィスリースですね。オフィスリースですと、毎年のようにまああの家賃が高くなっていくと思うんですが、例えば今年10万ドルで、 来年年万ドルで2年契約だったとしますそうすると今年は10万ドル支払って来年11万ドル支払うので費用も10万ドルと11万ドルで計上するのかなと思われがちなんですがそうではなくてアメリカの会計基準ではこちらをです、ね、定額法でリース費用を定額法で計上する必要がありましたですので10万ドルと11万ドルを合計した金額を2で割ると えっと、一年ごとで10万5000ドルでしたので、10万5000ドル今年計上して、来年10万5000ドル計上するという方法でした。そうしますと、実際に支払った金額と、 定額法で計上した金額で差額が出てくるんですね。そこの差額を負債として計上しておく。で、その負債っていうのは、リース期間が終われば、いずれはゼロになっていくというものでした。で、こちらはもうなくなりますので、もしですね、こちらのデファードレントという勘定科目が、あの、会社、 会社さんで記帳されているようであれば、これ除く必要がございますので、一度あの御社のですね。帳簿をご確認いただければと思います。はいで、今までヒューリースについて説明させていただきましたので、新リースについて次説明させていただきたいと思います。 新リース会見なんですが、先ほどもお話しさせていただきましたが、ファイナンスリースとオペレーティングリースという2つのリースに分かれております。で、ファイナンスリースなんですが、今度は要件が5つになりました。5つのうち1つでも該当すると、ファイナンスリースとなります。 でこちらのです、ね、一番下の方に書かれているんですが、この1から4は旧キャピタルリースの要件とほぼ内容は重なって同じです。ただし、今回はこの5番というのが新たに加えられております。再度ですね、こちら1から4、重なる部分もあるんですが、再度1から4と追加の5を見ていきたいと思います。まず1つ目ですね。 一つ目がリース物件の所有権がリース期間終了時に借り手に移転する。こちらはキャピタルリースの一つの要件と全く同じになります。ですので、こちらで説明を割愛させていただきます。二つ目なんですけども、リースには購入オプションが含まれており、借り手のオプション行使が合理的に見込まれる目安として90%以上となっております。とこちらなんですが、あのキャピタルリースの場合は、と 割安購入権がついているとなっていたんですが、こちらでは割安ということは書かれておりません。ただです、ね、あの会社側、借りている側にです、ね、利益がないと、このオプションを行使しないと思いますので、基本的にです、ね、あの割安でないと行使されないと思います。でその その行使する可能性が非常に高い90%以上であると、こちらもファイナンスリースとなります。こちらはほとんどですね、キャピタリースと同じというふうに思っていただいて問題ないかと思います。で3番目ですが、リース期間が対応年数の大部分を占めている目安として75%。 こちらもですね、75%ってはっきり書かれていたわけではないんですが、目安として75%以上となっておりますので、こちらもキャピタルリースのルールとほとんど変更ございません。で、4つ目ですね、リース料総額の現在価値がリース物件の時価のほとんどすべてを占めている、目安として90%以上。 こちらはです、ね、90%以上ってはっきり書かれているわけではないんですが、目安として90%以上となっておりますので、こちらもキャピタルリースのルールとほとんど変更がございません。で5番目ですが、資産が特殊な性質であり、リース期間終了時に貸し手側にとって代替的な用途がないと予想される場合、これが新たに加えられた。 要件になりますこちらは次のページで説明させていただきますでは、オペレーティングリースとはどういうものですかと言いますと、それはファイナンスリースに該当しないリース、ただしリース期間が1年以内のものは除くとなっております。まずですね、この要件に入,入ってこないと、まずオペレーティングリースというふうにあの考えていただければと思います。ただしリース期間が1年以内のものは除くとなっておりますが、 ここに赤字で書いておりますが、リース期間が1年以内で借り手が購入オプションを行使しない場合というのは、リース費用として計上可能です。これがかなり簡素化された形でして、オペレーティングリースはファイナンスリースに該当しないので、このオペレーティングリースに該当するだろうとお考えかもしれないんですが、1年以内であれば、費用計上して、 済ませるることができる旧基準のオペレーティングリーストと同じようにです、ね、あの計上することができるんですがこちらにもですねだし書きがありましてもしです、ねですね、更新する可能性が非常に高く目安として 90%1 年より長くリースする場合更新するリース期間も考慮して資産と負債で計上の必要がございます。 次決めリースも該当しますこちらちょっとご注意いただきたいんですけどもたとえリース期間が1年以内だからといってすべて費用で計上できるかというとはそうではなくて実際1年以上更新するであろうと思われるのであればそこの期間を考慮して資産と負債で計上する必要があります例えばですね今リースしていて来年の3月に切れますと。 で少なくとも3年はまた分も更新しますということになりますと、たとえ今のリースが切れるのが3月であったとしても、それ以降、まだそのリースを使い続ける予定ですので、そこの3年分も加えて、リース期間として考慮する必要があります。こちらはあのマンス2マンスですね、月次ごとでのリース契約も該当しますので、 ここ非常に重要になりますので、今のリース,してる資産えリースされているオフィスとかがですね、あのそれがまあどれぐらい更新してどれぐらい使われる予定かというのをまずこちら決める必要がありますので、こちらもご注意いただきたいと思います。はい で次にですねあの、こちらの4と5についてちょ、次のページで説明させていただきたいと思います。まず、ですね、この4のページで、このリース料総額の現在価値がリース物件の時価のほとんどすべてを占めているというところの、このリース物件の時価というのがあるんですが、あの先ほどお話しさせていただきましたように、新リース会計では、時価ですね。 を計算しなななくてはならないかつオフィスですねオフィスも該当しますのでオフィスの時価っていうのは普通契約書には載ってないんですね。ね車とかだったら載ってるかもしれないんですけどもそうなってくるとですねあのファイナンスリースに該当するかどうかのためにですね大体オフィスの近くですねあんまり離れてしまうと街によってあのかなり価値が違ってきますのでそこで 近くで,です、ね、売これ探してですねあの、実際の時価を見つけていただく必要がありますので、ちょっとこちら、手間がかかります。で、次にですね、ファイナンスリース5つ目の要件で、これが新たに加わった分ですね、リース資産が特殊な性質であり、リース期間終了時に貸し手側にとって代替的な用途がないと予想されるリースとは、こちら。 どういうものなのでしょうかということなんですが、こちらはリース資産は借り手にとって得意の設計仕様となっている貸し手が資産を再リースしたり販売しなければならない場合、貸し手が大きな損失を被るリース資産が自然環境に埋め込まれている例えばリース資産が鉱山の中にあるとです、ね、かなり特殊なものをリースしたりとか貸し,手側貸し手側にですね 借り手側ですねかなりその特有のものとなっている場合ってなると貸し手側はそれをこう再リースしたり販売するときというのは非常に大変になってきますのでそういうものはこちらの5つ目の要件に該当しますただ、ですね普通のオフィスとか車のリースはですねこ,のこういうことで多分この3つに当てはまることってほとんどないと思うので通常は該当しないと思います。 はい、でここまで,です、ね、旧,旧リース会計と新リース会計について説明させていただきましたでは次にです、ね、リース資産と負債実際に計算していかなければなりませんそれをです、ね、計算するにあたって何が必要なのですかということでお話しさせていただきたいと思います、はい、で次にです、ねえー、とこちらの説明で,必要こちらです、ね、資産負債で必要なものなんですが 4つほどあります。まず最初に一番大事なのがリース契約書です。ま、ほとんどの、ね、会社さんお持ちかと思うんですが、もしかすれば、ですねあのちょっとあの契約書どこにあったかなって思われる方もあるかもしれないので、今、ですねリースしているものの契約書すべてきちっとです、ね、あるかどうか再確認よろしくお願いいたします。で次に、ですねとリース期間ですね。えーと こちらなんですが、まあ、契約されている期間に関しては、リース契約書っていうのがありますので、まあ、契約されている期間っていうのはすぐ分かると思います。ただですね、こちらにも書かれておりまして、先ほどの,あの1年以内のリースでもお話しさせていただいたんですが、ほぼ確実に更新すると考えられる期間も考慮する必要があります。こちらもお気をつけくださいで。次にですね、 リース期間が数ヶ月無料になる場合、この無料であった期間もリース期間として考慮は必要です。例えばですね、最初の3ヶ月は無料ですよとかっていうことがあった,とあったりすると思うんです、オフィスリースですと。ただ、そのリース、もう払ってないですけども、借りていることには変わりありませんので、その期間もリース期間として含める必要がございます。で 3つ目に行きたいと思います。3つ目が毎月のリース支払額およびその他となっております。でまず毎月支払うリース料をですね、こちらも契約書にも書かれているかと思いますので、こちらはすぐお分かりかと思います。でその他、この資産と負債の計上に必要なものとして、カモンエリアメンテナンス、キャムと呼ばれるチャージですね、まあ、今日その費用をお客、えー、と会社さんも結構ですね、あのー 請求されることがよくあると思うんですね。こちらもリース費用と同じようにサービスを受けている費用になりますので、こちらも資産と負債の計算に必要になりますので、こちらも必要になることをご念頭に置いていただければと思います。次に初期せ、初期費用。車のリースの時にですね、最初の 数千ドル払ってくださいっていうのがあったりすると思うんですが、その初期費用も資産と負債の計算に必要ですで。次にペナルティですね。ペナルティって言いますと、例えばあのリースの契約が5年なんですけども、3年で解約しますっていう場合ですね。そうすると、まあ、ペナルティが発生しますので、そのペナルティを払うことが、まあ、確実である場合は、こ,このリースの 資産と負債の計ただですね、通常、普通リース、通常ですね、リースするのに、あの早く解約するっていうのを前提でリースされることは少ないと思いますので、あまり発生しないかなとは思います。 次にリース資産購入講師券ですね。こちらは先ほど申し上げましたが、リースを購入するということが分かっていれば、ですね、そこの講師の費用ですね、そちらも含める必要があります。でなお、ですね、オフィスリースで固定資産税や保険料等をですね、請求されるということがよくあると思います。こちらはですね、リース資産の計算入れませんので、ご注意ください。なぜでし となぜかと言いますと、貸しての費用の払い戻しと考えられ、サービスイコール便益を受けているものではないと考えられるためです。先ほどお話しさせていただいた、カモンエリアメンテナンスチャージっていうのは、サービスを受けているので支払うというので、こちら資産と負債に入っていますが、固定資産税っていうのは、あくまで貸し手の はすが、側が発生した費用を戻すということになってますので、こちらは資産と負債の費用には入れませんので、こちらもご注意ください。はい。最後にですね、割引率となっております。この割引率なんですが、 どういう時に使うかと言いますと、レース量総額を現在価値に割り引いて、計上すべき資産と負債を計算するため、契約書に書かれている利率か、仮率の追加仮入れ率のどちらかが必要となります。先ほどお話しさせていただきましたが、先ほどの例の1万1000ドルを1万ドルに割り引くための利率。この利率っていうのがですね、契約書に書かれている理由利率か、 借り入れの追加借り入れ利率となっております。で、こちらにも書かれてあるんですが、この契約書に書かれてある利率で通常、ほとんど契約書には書かれてないと思いますので、こちら、まあ、ほとんど使えないと。そうなってくると、借り手の追加借り入れ利率ということになります。で、こちらのですね、この2つ目の,あの青い字で書かれているところが、そちらの 説明になるんですが、追加借入れ率といいますと、借り手が同の期間にわたり同じ額の借入れ返済を行い、同じリースをしの資産を担保にして銀行から借り入れを行った場合の利率となっております。こちらはルールにはなっているんですが、なかなかですね銀行にこの同じ期間で同じ額の借入れ返済して、こ,返済してこのし資産を 分を担保にして銀行からお金を借りるので、利率をください。教えてくださいって言っても、まあ、銀行側を教えてくれることはほとんどないと思いますので、こちらちょっと例外がございます。それがここのですね、あの、青字の一つ、一パラグラフに書かれているところなんですが、非常上企業はリスクフリーレート、銀行の信用リスク等を反映しないリスクフリーに近い金利を使うことができるとなっております。 例で言いますと、US トレジャリ l ビルレート、こちらも国債ですね。もうほとんどリスクがないというレートですので、あの国債、アメリカの国債のレートを使っていただくことができます。こちらの国債のレートはですね、まあ、インターネットで調べていただくと、たくさん出てきますので、そちらのレートを使っていただければと思います。では、具体的に新リ会計の会計書について説明させていただきたいと思います。 新リース会計の会計処理ですが、先ほどお話ししましたように、ファイナンスリースとオペレーティングリースで仕分けが,がありまして、仕分けが異なります。でまず、ファイナンスリースのリース開始時ですね。その際は、リース料総額の現在価値を資産と負債に計上いたします。ですので、あの将来の支払い総額を今の価値に割り引いたものが資産と負債として計上されます。で リースの負債は仮出金の返済と同様に処理。ですので支払利息を計上します。で次にリース資産額をリース期間にわたって定額法にして償却いたします。それを償却費として計上いたします。次、オペレーティングリースですが、リース開始時はファイナンスリースと全く同じ仕分けになります。その後なんですが、 ちょっとこの償却がちょっと変わってきまして、リース料総額、これ割引前ですね、割引前の金額をリース期間にわたって定額法、毎年同じ金額で償却していく、それをリース費用として計上します。ここがちょっと あの、ファイナンスリースとオペレーティングリースの違うところで割引前ですので、先ほどのお話でさせていただいたのでは、万1千ドル、将来の1万1千ドルは今で言うと1万ドルですよってお話しさせていただいたと思うんですけども、ファイナンスリースの場合は、この1万ドルで焼却していくことになります。 ただし、オペレーティングリースでは、将来の金額、そのままですね、割り引かない、現在価事に直さない、1万1000ドルでリース費用として計上していくこととなります。そして、利息は負債の増加として計上されます。ちょっとこちら、ルールが違うというふうにお話しさせていただいているんですが、ちょっとなかなかですね、イメージがつきにくいかと思いますので、例を使ってですね、説明させていただきたいと思います。 具体例です。こちらですねあの。かなりシンプルに簡素化させていただいておりますので、こちらでできる限り分かりやすいようになっているかと思います。でまずですね、こっちらの例。4年の機械リースです。1年ごとに支払います。1年目の支払いが10万ドル。2年目の支払いが11万ドル。3年目の支払いが12万5000。4年目の支払いが14万5000。 4年,4年間の合計支払いリース料は48万ドルとなります。この時にですに、ね、使った割引率が7.2278%となります。こちらの情報に基づき、リース料総額を現在価値に割引いた結果、40万ドルと算出されました。で次のページでリース負債の計算表をお見せします。 今ですね、先ほどお話しさせていただきましたが、このリースの支払いですね、こちらが毎年の金額が10万ドル、11万ドル、12万5千、0 0 14万5千ドルと入っていて、合計金額が48万ドルとなります。この利息というのは、この残高ですね、えー、とリース残高に7.2278%をかけたものです。そしてこの負債は、このリースの支払いから、これを利息を,利息を引いた、この もののがリース負債減少となります最終的にはゼロになります。こちらですね、あの40万ドルどうやって出したかというと、x、A、でセイで40万ドルで出せる機能,機能がありますので、そちらでこちら40万ドル出させていただきました。では、こちらの表をですね参考にと次のページで具体的な仕分けをお見せしたいと思います。まず 先ほどのリースの例がファイナンスリースであった場合ですね。まず最初に先ほどもお話しさせていただきましたが、リース資産と負債の計上をいたします。で、借り方、デビットがライト・オブ・ユース・アセットという使用権資産という名前に変わります。これは貸借対象表上項目で資産になりまして、40万ドルですね。先ほどのこの40万ドルが。 資産と負債で計上されます。そして1年目ですね、支払い利息を計上しますので、こちらの40万ドルから利,息利率の7.2278%をかけて、2万8911ドルの支払い利息が計上されます。で、貸し方ですね、クレジットにはリースダイエビリティリース債が計上されます。 ここでですね、インターレストエクスペンス、支払い利息、こちら、損益計算書項目となります。で、次にですね、償却しますので、償却表を計上します。アモチゼーションエクスペンス、こちらは損益計算書項科目です。10万ドル。こちらのですね、リース資産の40万ドルをリース期間の4年で割って10万ドルとなります。で、こちらですね、次、えっと、減価 消却累計額ですね。こちら、ライトオブユースアセットといって、この資産を直接減らしてるんですけども、こちら、わかりやすいように、アキュムレートアモチゼーションという勘定科目も可能ですので、消却を計上した10万ドルが、損益計算書と資産を減らす項目として計上されます。そして、リースを支払った際、 10万ドル払うというリースになっていますので、10万ドル支払って支払いが10万ドルとなっております。ここでの特徴ですが、損益計算書上、ここで消却と利息、こちらを分けて計上することになります。で、ライトオブユースアセット、使用権資産、こちらをですね、この40万ドルを4年で割って計算します。 消却します。これがとファイナンスリースの仕分けとなります。次にですね、オペレーティングリースの場合の仕分けを説明させていただきます。こちらですが、まず開始仕分けはファイナンスリースと同じで、資産と負債40万ドル計上します。で1年目、リース資産消却と支払利息の計上です。こちら、まずですね、 12万ドルのリース費用というのが計上しますされます。これですが、リース料の支払い総額ですね、それが先ほどの,の資料でいくとこちら48万ドルでしたので、48万ドルを4で割って12万ドルとなります。で次にです、ね、リースのライアスファイを増やして利息を計上します。 40万ドルですね、ここの40万ドルの負債に7.278%をかけたのが28,911ドルとなります。で、消却の累計額ですね、資産を減らす項目としましては、このリース費用と支払利息の差額が計上されることとなります。ここが一番大きな違いです、あのファイナンスリストとの。 最後にリースの支払いは10万ドル払いますので、こちらもファイナンスリースと同じとなります。この大きな違いとしましては、リース料総額、割引前をもとにリース費用として定額償却する。で、ライトウィウスアセット使用券資産は、リース費用と利息の差額を減らすということになっております。でこちら今 ですね、今までちょっとのオペレーティングリースとファイナンスリースの差異っていうのをですね、説明させていただいたんですが、じゃあ実際に貸借対象表や損益計算書にどのような影響を与えるのでしょうかというのが次のページで書かれております。次がですね、こちら、貸借対象表への影響ですね、ファイナンスリースとオペレーティングリースになっております。まずリース資産の方を見ていただくと、まあ 10万ドルごとに1年ごと焼却していきますので、10万ドル減っているのがお分かりになるかと思います。オペレーティングリースは、ちょっと資産はです、ね、差があります。これは計算方法が違うので、まあ、毎年差がありますが、最終的には0で同じになります。リース負債に関しては全く同じになりますので、こちらはほとんど全く変更がなしということになります。 で次に損益、ね、計算書の営業こちら皆さんがです、ね、あの気にされることかと思います。まずファイナンスリースの償却費、1年ごとにです、ね、10万ドルという償却をしていきますので、合計で40万ドルとなります。オペレーティングリースに関しては、リース費用で割引前の合計額、合計リース支払額を4年で償却しますので、12万ドルずつを4年間で計上して48万ドルになります。 このリース費用と焼却額8万ドル差額があるように見えるんですが、ファイナンスリースでは利息を計上しますので、そこの利息を合計すると8万ドルになって、まあ、4年合計で見ると48万ドルファイナンスリース、オペレーディングリース48万ドルの PL の影響がありまして、4年で見ると変更はあり、まかまあ、全く変わりありません。1年ごとで見ていただくと、ちょっと差額が出ていますが、まあ 1>, 1万ドルもないぐらいで何十万ドルという,ような差額が出るというものではありません。このような形になるということをと念頭に置いていただければと思います。はい、ここまでですね、あの会計書の説明させていただきましたので、次、臨時に臨時に会計即急適用についてお話しさせていただきたいと思います。 一番最初に申し上げましたが、12月決算の場合は2022年の12月まで、3月決算の場合は2023年の3月末までに過去に訴求して導入する必要がございます。訴求適用するとは、過去に遡って新リース会計を導入したかのように会計処理を行う必要がありますので、こちら注意が必要です。 よってリース開始時でファイナンスリースかオペレーティングリースになるのかを特定し、リース資産と負債を計算し、かつリース資産の償却、負債返済表を作成します。そして12月決算の場合は2021年12月末、3月決算の場合は2022年3月末時点でリリース資産と負債がどれだけあったかを算出する必要がございます。 リース開始が時がです、ね、例えば2019年であったとすると2019年のリース開始時でどれファイナンスリースかオペレーティングリースかそれを特定してから資産と負債を計上して消却・返済表を作っていけば2021年の12月末また2022年の3月末の数字が出てくることになります。 でこちらの適用方法なんですが、2つの方法があります。こちら、あの監査報告書やレビューレポート、コンピレーションであの、財務指標ってついてくると思うんですが、発表されると思うんですが、そちら、単年度表示か2年,、えっと、2年表示かで変わってきます。機種の利益上金で調整、こちらですが、2021年12月末、2022年3月末の営業額を計算し、 もしですね、損益計算書の影響がある場合は、機種の利益条件のみを調整する。この場合、単年表示となります。ただ、こちらですね、先ほどの計算でもあのしました、お見せしましたが、資産と負債っていうのが、もうほとんど変わらない、全く同じ金額で計上するということになってましたので、新ース会計を導入してもですね、過去の損益計算書の影響っていうのはほとんどないと考えております。で、次にですね、過去の財務手表の書き換え。 が必要になりますと2021年と2022年の2年表示の場合、2020年度末での影響額を計算して PL の影響がある場合、2021年の機種利益常用金で調整し、2021年の BS にも資産と負債を表示する。こちらちょっとややこしいんですけど、2年間出しますので、 2021年の12月だけではなくて、ですね2020年の末に戻って計算していただく必要がありますということです。どちらの方法を選択していただくのも可能です。で、最後になりましたが、新しいリース会計が導入されると、既存のオペレーティングリースをすべて見直して、資産および負債として計上する必要がございますので、こちら、お気をつけください。 またですね、エクセルでリース資産と負債の計算、また消却表をです、ね、作ることというのは可能です。ただ数がです、ねまあ、何十個ってなってしまうと、エクセル管理が難しくなるかもしれませんので、まあ、その場合は、あの リースソフトがあります。リースクランチ、リースクエリ、イーゼリースというようなリースがありますので、こちらをお使いすることもお勧めします。そこまで数がないと、エクセルで計算しても大丈夫かと思います。あのこちらのリース会社、デモとかです、ね、しておりますのであの、こちら直接問い合わせていただいてもいいですし、弊事務所の方にお伝えいただいても大丈夫です。 最後になりましたが、CDH 会計事務所では、シリー会計の計算のお手伝いさせていただいております。サービスをご希望の方はですね、お気軽にご連絡ください。と私はな、CDH 会計士の中尾智子となります。連絡先はこちらとなります。で、今回のファシリテデーターは神打った内いでした。こちらの E メール、アドレスも載せております。ちょっと駆け足となりましたが、と、 45分、約45分間お付き合いいただいてありがとうございます。こちらで Q&A のセッションに行きたいと思います。はい、上田内さん。はい、中尾さん、ありがとうございました。はい、心理スカイケについて私も初めて知った内容が多くて大変勉強になりました。では、ここから失業とのお時間となります。どんなことでも構いませんので、チャットや Q&A にぜひご投稿ください。 はい、ええー、とですねえー。大会社にオフィスの一部を貸しております。貸してから見る対象を教えてください。と貸してなんですが、ほとんどルールは変わりませんので、こちら今までと同じようになの処理でやっていただいても問題ございませんので、こちらあの貸して側はもうほとんど変更がありません。これ今今日お話しさせていただいたのは全て借りる方からです。 こちらぐらいですかね、今、質問をいただいているのって。ですね。はい、そうですねもし質問が、あのー、ないようでしたら、こちらで終わりになりますかね。とあと、こちら、はいあの、どうぞ、大丈夫ですか亀田内さん。であのー えとあとこちらのウェビナーで使った資料というのはお送りさせていただきますので、えっと、皆さんそちらをご覧になっていただいて、ご質問があれば、あのご質問いいただければと思います、はい、それではあの質問がないようなので、これをもちまして、フォンウェビナーを終了させていただきます。改めまして、本日はセミナーにご参加いただきまして、ありがとうございました。 お話しした内容が少しでもご参考になれば嬉しく思います。それではありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。